校内放送で放送事故が起きた時、いやー昼飯も食ったしな、どうする？昼休み何する？いやーお腹いっぱい、どうする？なんかサッカーでもやるか。あーいいね、サッカーしようぜ。あ、校内放送、あ、校内放送、おきんきん、え待って、放送事故じゃね今の、これやば、何今の、やば、放送事故じゃん、放送事故あったじゃん、やば、うわやば、おもろ嫌いな授業の先生が休みの時、いやー授業めんどくせえなーマジで。あれってか先生全然来なくね？全然先生来ねえな。え待って、これもしかしたら休みなんじゃないの先生、もしかして休みかな。はい、ちょっとごめんなさい、失礼します。お先生違う、今日ねなんかちょっと勝俣先生お休みらしくて。よっしゃ、やったー、最高、やったマジで、やったなんか、プリントをなんかねやってくださいって言われたので持ってきました。やったなマジで。なのでねこのプリントをやっちゃってください。まあ自習的な感じで他の勉強してもいいんだけど、とりあえずこのプリントだけやっちゃって。うわよかったマジで、宿題やってなかったからよかった。いやよかったな田中マジで。うわ最高だわ。先生が結婚した時、いやあっちいなー。おい田中、おう高橋どうした？お前知ってる？後藤先生結婚したらしいよ。え、なに後藤先生結婚したの？いやもうマジでびっくりなんだけど、みんな驚いてるよ。え、マジで？え、後藤先生結婚したんだって。え、マジで後藤先生結婚したの？あ、後藤先生じゃん。ん、どうした？え、後藤先生結婚したんですか？ああ、結婚しました。え、やっぱ本当だったんだ、やば、おめでとうございます。え、後藤先生おめでとうございます。え、マジで？え、おめでとうございます。ありがとう。すげえ、マジで後藤先生結婚？まあ、落ち着いて落ち着いて、ありがとう、ありがとうね。クラスのテスト平均点が学年1位だった時、あ、そっか、今日テスト返却か。はい、ってことでね、期末テストの結果、返していきたいんですけども、その前に、一応それぞれのクラスのね、平均点、これをね、発表していきたいと思います。いや、このクラスはさすがに平均点低いでしょう。今回のね、このクラスの平均点が、なんと86点でした。これはね、なんと、この学年で、1位でした。え、マジで？え、奇跡じゃない？いや、すごい、先生もびっくりした。お、やったじゃん、みんなすげえ。すげえ、マジで？うわ、すげえじゃん。すごい、マジで。やっぱやるときはやるんだな、このクラス。やった、じゃあ結構みんな点高いんじゃない？これ。うわ、さすがだわ、みんなやったね。学校内に動物が侵入したとき、はい、ちょっとごめんね、みんなちょっと聞いてくれる？ごめん。お、先生どうしたんすか？今ね、どうやらなんかちょっとグラウンドに、タヌキが入っちゃったらしいよ。え、タヌキ？怖い。え、タヌキが入った？タヌキ入ったの？はい、静かに聞いて。で、本当に野生のタヌキだから、もしかしたら噛まれるとかそういう可能性もあるんで、今はグラウンドに行かないでください。え、タヌキ見てみたいんだけど。いや、今のところグラウンドにタヌキの姿は見えない。やば、ちょっとグラウンド見てみようぜ。はい、絶対見に行くとかやめてね、本当に。